ドゥカーティワールドプレミアのこのエピソードのために私たちはランボルギーニの本社に来ています。ここは技術ミュージアムムーデテックの中です。ドゥカーティとランボルギーニは共にモーターバレーと呼ばれる地域に本社があります。ボローニャとモデナを囲む半径100メートルの地域に世界中で絶大な人気を誇る自動車と二輪車のメーカーが集まっている世界にまたとない場所です。ここでは職業訓練にも熱心に取り組んでいます。この業界で働く未来のエンジニアを育成するためのミューナルというプログラムがあります。郷土料理や幸福に暮らすことに大きな価値を見出し、真剣に仕事に取り組む姿勢や困難にぶつかった時それを克服する能力が重んじられる場所です。そしてモーターバレーの中心地でこの唯一無二のプロジェクトが生まれます。それがワールドプレミアの今回のエピソードの主題となる究極のディアベル1260ランボルギーニです。モーターバレーの互いに似ているブランド同士、ランボルギーニ・チェントロ・スティーレの仲間とだからこそ実現できたプロジェクトです。互いの工場はわずか20キロの距離にあります。多くの情熱を共有し、多くの場面で協力することがありますが、市販車両でのコラボはこれが初めてです。それでは皆様、ディアベル・ランボルギーニです。バイクの構想を始めた時、クラウディオ・ドメニカーリはピエヒ博士に捧げられたシアン FKP37 を思い出しました。彼は2019年のフランクフルトモーターショーでその車に一目惚れしていました。そしてドゥカーティとランボルギーニのコラボプロジェクトにこれ以上はないリンクを見つけたのです。この仕事に携わる者にとってまさにドリームです。シアンにインスパイアされたディアベルを制作することで、ドゥカーティがランボルギーニと共有する価値観を体現します。それはイタリア人であり、スポーティーであり、製品に不可欠なエレメントがデザインであるという価値観です。ランボルギーニチェントロ・スティーレ社長メティア・ボルケルト氏は、彼自身バイカーでドゥカティストであるため容易に理解し合うことができ、アイデアを出し合い、プロジェクトが形になっていきました。彼に直接語ってもらいましょう。ランボルギーニチェントロスティーレへようこそ。僕もドゥカティスタですから、すべてのドゥカティスティを心から歓迎します。私たちランボルギーニの DNA にデザインが存在することは有名です。それはすべてカウンタックから始まりました。私にとって重要なことは2つあります。シルエットだけでなく、車の構造自体です。ランボルギーニを特徴づける非常にユニークなウィンドウの角度があります。ちょうど1年前のフランクフルトで、私たちはランボルギーニシアン FKP37 を発表しました。とても誇りに思います。またヴェルデジェアと呼ばれるスペシャルカラーも発表しました。またカウンタックのすべてのコンテンツを注入し、シアンという車を実現しました。未来のランボルギーニです。ランボルギーニとしてよく知られた重要で意味のある Y 字型のテーマを作りました。同様に重要なのは
美しく非常にテクニカルなホイールです。車にスペシャルなスタイルを与えます。私はドゥカティスタです。スーパースポーツバイクが好きで、僕のフェンダー哲学はそこから来ています。車の車格を超えるような印象を与えるように作りました。特にリアフェンダーはまるでバイクのフェアリングのようです。ランボルギーニ特有の六角形です。カウンタックのように六角形のライトが3つ並びます。1年ほど前を覚えてますか？1月に僕はディアブルとここをこの部屋に来ていました。ディアブルを車の隣に駐車して一緒に考え始めましたよね。あなたはシアンの基本コンセプトについて丁寧に説明してくれました。つまりこのデザインはエアロダイナミクスの美学というカウンタックのコンセプトに着想を得たものです。車の外部と内部の流れるようなデザインはメインボディに注意を払うだけでなく、外部のボリュームも追加されています。バイクのフェアリングになんとなく似ていますよね。そうですね。特に美しいエレメントはホイールです。車のホイールをバイクのホイールへ移植するなど、一体あなたたちがどうやって成し遂げたのか想像もできません。この車のホイールはもう芸術作品です。ですからできる限り忠実であることを心がけ、色まで同じにしました。覚えてますか？はい。どの色を使うべきかあなたに聞きましたね。本当に美しいコンビネーションです。そうですね、美しいです。ところで僕はまだ写真でしか見ていません。バイクを見ませんか？そうですね、それではバイクを見に行きましょう。スペクタクル。私はこの作品が大好きです。素晴らしい。美しくゴージャス。それでは一回りしに行きましょうか。走らなきゃ。でもアンドレア、私はバイクに乗りますよ。了解、私は車に乗りましょう。ディアブル・ランボルギーニはディアブルです。荘厳な存在感で他にはない個性が光ります。パワーとたくましさ、カーブを機敏に走り抜け、運転が驚くほど楽しくなります。快適であるのにスポーティーなエルゴノミクスを実現しています。そのデザインはテスタストレッタ DVT1262 エンジンを完璧に統合しています。ユーロ5規制適合エンジンの出力は162馬力、トルクは 7500rpm で 13kgm です。またディアベルにはドゥカーティクイックシフトアップ&ダウンが標準装備されています。シャーシはスポーティーな高性能シャーシです。肩持ち式スイングアーム、フロントとリアのオーリンズフルアジャスタブルサスペンション、 M50 ラジアルマウントキャリパー搭載、ブレンボブレーキシステム。ディアベルランボルギーニの乾燥重量は 220kg です。先ほども言ったように、このバイクはこの車独特のスタイルコードを使用してデザインされています。これは全体としても細かい点でも同じです。事実この新しい創造物を仕上げるためにディアベルのデザインを特徴づける全てのコンポーネントが見直されました。エアインテーク、ラジエーターカバー、フロントとリアのマッドガード、もちろんエグゾースト、シートカバー、そして何よりホイールです。この種のバイクにとってホイールは重要なコンポーネントです。単造ホイールは軽くて美しくバイクを唯一無二の存在にしています。リアタイヤはスポーティープロファイルのサイズ 240-45、 フロントタイヤはサイズ 120-70 です。発想の原点はシアン FKP37 ですから、当然フェアリングは全て軽くて美しいカーボン製です。ランボルギーニデザインの代表的な特徴は Y 字形状と六角形です。
スウェード調のシートにはフレームやホイールと同色のプレートが設けられ、 Y 字のステッチが施されています。六角形はカーボン製エキゾーストに見られます。ヴェルデジェアとオーロエレクトラムの塗装カラーは自動車と全く同じカラーです。フォルムの調和を保ちつつ、フレームやホイールなどの重要なエレメントに力強さを与えられるように色を調合しました。バイクの側面に数字の63をご覧になりましたね。何の数字でしょうか。これはランボルギーニにとって魔法の数字、会社設立の年です。つまり発想の原点であるわずか63台しか生産されないシアン FKP37 への敬意を明確に表しています。このバイクは63の10倍630台の限定生産でシリアル番号入りです。このシリアル番号を刻印したアルミプレートがフレームに添付されています。実際にディアベルランボルギーニにまたがると発進する前にも多くのディテールに気づくことでしょう。ディアベルランボルギーニには警告灯モジュールと 3.5 インチカラー TFK の2つのインストゥルメントパネルが搭載されています。キーオンするとランボルギーニとドゥカーティのシールドロゴとバイクのシルエットがインストゥルメントパネルに現れます。このバイクの価値を際立たせるユニークなディテールです。当然インストゥルメントパネルからは全情報にアクセスでき、最先端電子システムの設定が可能です。バックライト付きハンドルバースイッチとディアベル標準のハンズフリー機能も搭載しています。そして同じくディテールへのこだわりをテーマに専用のヘルメットを製作しました。バイクのカラーリングをモチーフにしたオープンフェイスの最高峰モデルです。このバイクのオーナー限定商品になります。ディアベルランボルギーニが加わり、ディアベルはますます充実したラインアップになります。まずダークステルスカラーのディアベル1260、ドゥカーティレッドとブラックのディアベル 1260S、 そしてディアベルランボルギーニ、2つのスタイルアイコンの共演、そして凝縮された技術と性能、感動的な美しさ、そして走りも楽しめるバイクです。Thank you.